こんにちは。今日はゆいの東京という歌をどうやって簡単なコードで弾き語りをするのか、それを説明しようと思います。まずはこの歌では一番難しそうなことといえば G-7、D-7 と B-flat ですね。最初に言っておくが、私はプロではありません。ですからこれから説明する弾き方は多分私の個人的な手抜きの技です。それでは私は G-7 より G-7 だけを弾きます。 D-7 より D-7 だけを弾きます。つまりその7を抜いて普通のコードを弾きます。こういう技を使うとミュージシャンじゃないなら多分気づかないと思います。ではこれからゆいの東京を少しだけ弾き語りをします。住み慣れたこの部屋を出て行く日が来た。新しい旅立ちに、まだ戸惑ってる。駅まで向かうバスの中、友達にメールした。朝のホームで電話もしてみた。でもなんか違う気がした。古いギターは一つ持ってきた。写真は全部置いてきた。何かを手放して、そして手に入れる。そんな繰り返しかな。